今日はですね、桜井、都知事選への立候補を決意した。こっから先のね、まずは皆さんに支援を募らなきゃいけない。まあ選挙資金集めなきゃいけないんですけれども、桜井ね、まあ、前回、前々回とそうですけど、最低の金額でやってますよ。1000万ぐらいかな。確か1000万ぐらい。1000万かかんなかったんですけどもね。300万の供託金が入ってるから、どうしても1000万近くまで跳ね上がるんですけども、 あの、使ったお金ってだいたい1000万いかないぐらいなんですよね。あの、山本逃げ太郎、前回出たでしょ前回出た時は、あの、こいつね、使った額ね、1億2000万って出て、1億2000いくらって出てたんですね。2000万ちょっとで出てたんですけども、これ、そもそもね、違反だろうよ、というですね。うん、で、戦艦に通報したんですよ。 なんか涙流しながら、いや、私、あのー、こう、1億2000万使ったけど、勝てませんでした、2だーって言って騒いでくる。これ違反、違反なんですよ。都知事選で使えるお金って最初にね、戦艦の方からですね、5000万なら5000万、6000万なら6000万って言って、確かね、え、都知事選はね、前回は6000万ぐらいだったかな。 6000万円ぐらいのお金を使っていいってことになってたんですよね。それ以上のお金使っちゃいけないことになってるんですよ。それを堂々とテレビでですね、1億何千万って書いてるから、お前、嘘つきじゃねえか、というですね。とんでもない話ですよ。1億、一億2000万ってっていうですね。馬鹿じゃないか、というですね。で、結局あの、都の戦艦に2ヶ月以内に選挙に立候補した後、2ヶ月以内に政治資金収支報告書提出しなきゃいけないんですね。 で、二ヶ月後のその収支報告書を見たら、えー、やっぱりね、六千万に収まってたってだから、あの会見自体がデタラメだったって話なんですよね。一億二千万使いましたって言ってたけれども、あれがデタラメだった。っていうことは、嘘の会見やって嘘の涙を流した男ですよ。人ってのは色々ございます、うん。ただね、桜井は桜井の道を行くと言った通りです。出ると決めた限りにおいては、 出馬がねできるように、そして実際に出馬となった時には全力で戦えるようにやっていこうと思います。いよいよ私もあの主要参考法に入ってきたかしらっていう感じですけれどもね。とにかくね、意思は固めましたので、出馬するという意思は固めたので、こっから先はですね、都知事選に出馬に向けて、じゃあ資金をどうするか、そしてそれ以上にスタッフですよね。 まあ、うちの場合には有料スタッフは雇えないのでね。まあ、他はね、ポスター貼りもバイク便とかにやらせるんですよ。まあ、それ専門の業者があってね。ただ、めっちゃくちゃ高いっていうですね。うん、だからそんなもんにお金使えないので、だから安く済むんですよ。まあ、安く済むと言ったら変ですけどね。うん、だから、桜井の選挙っていうのは、1000万未満でね、全部終わっちゃうっていうですね。だから、ボランティアで集めなきゃいけない。 特に最初のね、ポスター張りですよね。だからね、このポスター張りでね、どれぐらいのボランティアスタッフが集まるか。でもそれ以上に今度は事前のね、スタッフですよね。選対本部を立てて、で、その選対本部に集まるですね、人間を管理しなきゃいけない。で、夏の選挙に向けて一斉にね、ポスティングやったりですね、チラシ配りやったり、外線あっちゃこっちゃでね、やってもらうっていうですね。ともかくですね、出馬の意思を固めることから。 ここからスタートしなきゃいけないということで今日はですね、皆さんにこうやってお話をさせていただきました。まあ、ポスターがどういう形になるか私もね、わからないんですけれども、なんだっけ、非課税世帯ですね。<laughs> 昨年1年間本当にあの、収入ゼロでやった男っていうふうにね、まあこれでね、勝負かけようかなとも思ってるんですけどね、一応、一応仕事としてはあの、日本代表の投手なんですけれども、 無職ではない。無職とは言い難いんでね。で、皆さんにね、最初に言っておきますけども、誰が出るとかね、彼が出るじゃなくて、桜井が出るんだからそれだけ見てろって言ってるんです。私ね、これ前回も同じこと言ってるし、前々回も同じこと言ってるんですね。票数も確かに大切ですがな、それはあんた、都知事目指すわけですからね。 でも君たちは今日ね、桜井が都知事選に出るんだって聞いたわけだから、じゃあここから何をするかね、道筋としては、まず資金を集めなきゃいけない。だから、一人でも多くの人に知らせなきゃいけないわけですよね。一人でも多くの人に知らせたら、今度は、事前にスタッフがどれぐらい必要か、どんな人たちがスタッフになるのか。まあこれは今度話し合わなきゃいけないんですけれどもね。うん、もう他の人間見てる余裕なんかないんですよ。だからね、 他の人間なんかどうでもいいんです。桜井、最後の喧嘩ですよね。<laughs> まあ、まあ、これまでも本当に散々喧嘩やってきましたけどね。ぜひね、他のことは見つめずに、桜井だけを見てね。で、桜井が実際に出られるように、君たちに頼らざるを得ないんですよ。桜井もね、なんとか出られるようにですね。体の方ですけれどもね。なんとか出られるようにします。あとは君たちの方です。